翼,翼は、東日本旅客鉄道、JR 東日本が主に、東京駅山形駅、新庄駅間を、東北新幹線、山形新幹線、大雨本線経由で運行している、特別急行列車である。本校では、観光列車のトレイユ翼と、大雨本線、山形線で運転されていた中高の優等列車の遠隔についても記述する。 翼は東京都と山形県、秋田県を結ぶ列車として、1961年10月から上野駅や北駅間で特急列車として運転を開始。1982年11月からは同年6月に暫定開業した東北新幹線が正式に開業しことを受けて一部の列車が福島駅や北駅間での運転に変更されたものの、 東北新幹線が大宮駅森岡駅間しか開業していなかったことから上野駅発着の列車も1992年6月まで残された。1992年7月の山形新幹線の開業により新幹線の列車名に翼の名称が使用されるようになった。大宇本線沿線の発展を祈願するためにという意味合いが列車名の由来とされている。 ただし、設定当初に、大阪駅や青森駅間の特急、白鳥との間で、結合特急券制度が存在し、秋田駅発着に際して、上り列車は、同時発車を行うなど縁が深かったことから、白鳥の翼という説もある。二千十二年九月現在、定期列車は、東京駅、新城駅間に降り8本、上り9本、東京駅山形駅間に降り8本、 上り7本、山形駅、新城駅間に降り1本の、計16.5往復、下り17本、上り16本が運転されている。一部の列車、定期列車では下り121.171号、上り160号を除き、東北新幹線区間、東京駅福島駅間で、山彦と並結運転を行う。上下とも1時間に1往復間隔で、 東京駅森岡駅間では、毎時一往復運転されている山彦と共に、宇都宮駅、郡山駅、福島駅といった、沿線主要都市の短距離需要に対応している。夏季、冬季の帰省シーズンや春季、秋季の観光シーズンといった、多客機には、定期列車の翼のほか、臨時の翼が、東京駅山形駅、新城駅間で運転されている。 この臨時の翼には東北新幹線区間で山彦と並結運転しない列車や途中の宇都宮駅や郡山駅に停車しない列車がある。なお、不定期列車の号数は山彦と並結する場合は172から196号、単独運転の場合は72から96号が不満される。当初、東北新幹線区間で並結する200系、 山彦が8両編成だったため、翼は9から14号車、後に7両化されて9から15号車が割り当てられていた。その後、山彦が10両化された際に11から17号車が割り当てられ、並結する。山彦が8両編成の E4 系に変わった後も11から17号車、9.10号車は結番の割り当てとなっていた。しかし、 並結する山彦が10両編成の e 2営に変わった後は17両編成となったため9 1連号車は欠番にならなくなった。なお、大宇本線内で上り列車が大幅に遅れた場合、あるいは東北新幹線でダイヤが乱れた場合などは山彦並結の翼でも東京駅福島駅間で単独運転することがある。また、下り、 翼が大宇本線内での運転ができない場合は、東京駅福島駅間で並結してきた山彦との切り離しを行わず、そのまま山彦の終着駅である仙台駅に向かうことがある。また山彦を並結しない臨時列車でも同様の理由で仙台駅に向かうことがある。二千十二年三月十七日より e 二系山彦と並結運転が開始され、 愛称としては11年ぶりに山彦、翼が復活した。これにより、東北新幹線内の最高速度が時速 275km となり、所要時間が最大で6分短縮された。秋田新幹線用の霊番台のうち、R18 編成が、川崎重工業車両カンパニー、兵庫工場に会場輸送され、観光列車、トレイユに改造されることになった。 トレイユという名称は、トレイン、列車と、ソレイユ、フランス語で太陽の意味とを合わせた造語で、食、太陽の恵みによる様々な食材、温泉、歴史、文化、自然を温泉街のように散策しながら列車の旅を楽しむというテーマが凝縮された列車であることから命名された。温泉を示す、湯の意味は命名の由来に含まれていない。 2014年7月19日より特急トレイウツバサとして福島駅、新城駅間で運行され土休日を中心に年間1 0日程度の運行が行われている定員は143名、120名で全席指定席として運行される6両編成で1号車23席が普通車指定席2から5号車120席がお座敷指定席 語らいの間、5号車が湯上がりラウンジ、物や人との出会いの間、6号車が足湯、くつろぎの間となっている。エクステリアは山形県中央部にあるガス山をモチーフとした緑色を中心に、山形県を流れる最上側をモチーフとした青色を先頭部に、座王をモチーフとした白色を全体的に配している。デザインは奥山清之が担当した。 トレイユは E3K700 番台である。レフネームイコール RAILF.jp スラッシュニューススラッシュ2014スラッシュ06スラッシュ2 7フ。また、トレイユは、福島駅の在来線ホームからの発着となる。時刻は、下り、トレイユ翼1号、福島10時2分発、新庄12時16分着、上り、トレイユ翼2号、新庄発14時43分発、 福島17時41分着。2019年4月6日からは車内を一部リニューアルした。トレイユ翼ツバサは原則として、大宇本線区間のみ、運行のため在来線特急列車扱いであるが、以下のように、東北新幹線区間に乗り入れる場合は、山形新幹線として扱われる。2017年2月に、上野駅始発の臨時列車。 旅行商品限定のツアー列車として初めて東北新幹線区間で運用された。日程は以下に記述。2017年7月1日に臨時列車として山形新幹線開業25周年記念号を運転。それ以降も団体専用臨時列車として東北新幹線、主に仙台以南への入線が行われている。 停車駅と運行本数は2019年3月大夜改正に基づく E3 系の7両編成で運転されている在来線規格区間である山形新幹線を走ることから車体が他の新幹線車両よりも小さいグリーン車1両普通車指定席4両自由席2両が基本であるが指定席を自由席に変更する列車もある 山形新幹線開業直後から400系が使用されていたが、1999年12月に E3 系1000番台、2008年12月に E3 系2000番台の営業運転を相次いで開始し、400系は2010年4月に営業運転を終了した。1961年10月から上野駅や北駅間で特急列車として運転を開始した。 運行開始当時、初狩りは常磐線経由であり、同時期に設定のひばりは運行開始が半年遅れとなったため、上野駅発着で宇都宮駅、福島駅を経由する初の中高特急列車となった。当初は青森方面との連絡を兼ね、大阪駅発着の特急、白鳥と接続し、結合料金制度の適用を受けていた。また、 上り列車が秋田駅を同時刻で発車するため、キハ82系機動車の同時発車は多くに知られた。1980年9月当時は定期列車が3往復485系、季節列車が1往復14系客車、設定されていた。なお、14系の臨時、翼は485系電車より、 全区間で1時間半近く余計に時間がかかっていた。これは、客車列車自体の速度が遅い、加減速性能と最高運転速度の差によることに、加え、山形駅、福島駅、黒磯駅の各駅で、機関車の交換1 0分前後の停車時間を用意していたためである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。